全国に残存する国土を一斉解散する第二次大解散。今でこそ海老名の方便になり下がってますが、本来は親父の悲願でした。俺はその意志を継ぐために恥を忍んで無所を出た。ですが海老名は俺の予想を超えて清流会を掌握しています。今の俺は四六時中監視下に置かれ、こんな状況を作らないと一人になることもままならない。本当の大解散を成し遂げるには援軍が必要なんです。援軍？ええ、本来なら桐生さん、あなたにぜひお願いしたい。ですがそちらの事情は理解しています。今すぐ再び表舞台に立てとは俺の口からは言えません。その代わりというのは失礼ですが、一つ桐生さんにお願いしたいことがあります。なんだ？堂島大吾、真島五郎、そして冴島大河、彼ら極道の伝説的存在に第二次大解散の力添いを願いたい。大吾たちに？ええ、荒川の意志を成し遂げるためには彼らの意向が必要だと俺は考えています。東条会と近江の大解散後、彼らは大阪で警備会社を起こしました。行き場を失った元坊の受け皿として。ですが1年も経った頃会社が倒産したんです。それ以来大吾さんたちは消息不明になっています。あいにくだが、俺は奴らがどこにいるか。連絡先は知らなくても居所の見当はついてるんじゃないですか。桐生さんが彼らを放っておけるとは思いません。彼らを再び表舞台に上げられるのはあなたしかいない。どうかお願いできないでしょうか。奴らが姿を消したことは知っている。だがその理由は本当に知らねえ。だからまずはそっからだ。すまないな。明日から数日町を離れる。知り合いな。ほんの人も要件物好きやの。言っちゃなんやけど人が住むとこじゃねえよあっこは。きっと事情があるんだと思います。事情の？まああと 2,3 時間もすりゃ着くけ。お、降ってきすんだ。寒なるぞ、兄さん。積もる話もあるでしょうから、俺たちはここで。すまない。ただなるはやで頼む。さすがにこの寒さは応える。ああ、入るときはノックぐらいするんが礼儀やで。なんや、老けたの桐生ちゃん。ご無沙汰してます、真島の兄さん。
桐生さん。お互いいろいろあったみたいやな。ああ、まあ座れや。酒の一杯くらいはご馳走したるわ。大解散の宣言式以来やな。もう4年になるか。あんたらは蒼天堀で警備会社を立ち上げたんだったな。ああ、それが今やこの有様や。それよりも桐生さん、お体大丈夫なんですか？ずいぶんやつれたように見えますが。あまり良くない。ガンだ。余命半年らしい。そんな。堂島の竜も病気には勝てんか。かもな。なら後悔せんようにほれ。たーんと飲んどき。あの世じゃ酒は飲めへんやろ。真島さん、病身の人にそんな。いいんだ大吾、兄さんの言う通りだ。死んじまったらそれまでだ。だから生きてるうちにやれることをやっておきたい。ほなら無駄話しとる場合やないな。ああ、聞かせてもらえるか。これまでに何があったんだ。こっちの話なんて。それよりもこんな場所は体に障ります。すぐに町に戻りましょう。車なら俺が。大吾、お前こいつと何年付き合うとんのや。桐生ちゃんが人の言うこと素直に聞く玉か。しばらくぶりのもんで忘れてました。そう、俺はいつもこうやって振り回されてたんだった。俺たちの身に何があったかでしたね。世間に負けたんですよ、俺たちは。少し長話になります。警備会社の設立には最初からリスクがありました。何しろあれだけ大々的に東条会と近江の解散を宣言した直後の話です。元ヤクザ者が集まった会社として世間の目を引くことは分かりきっていた。それに手を打たないお前じゃないだろう。ええ、ですから立ち上げ前に万全の策を講じたつもりでした。東条会と近江で使えるコネはとことん使ってマスコミやお上に話をつけました。当然相当な金も動かしました。7万人近い組員たちを元暴5年条項で苦しめるわけにはいきませんから、手段は選んでいられませんでした。手段の善悪を俺がどうこう言うつもりはない。だがそこまでやったってのにどこでつまずいたんだ。開業直後は順調でした。徐々に出はありましたが大口の新規顧客も獲得していけた。まあ警備員としてこれほど頼もしい連中もある意味いないでしょうから、区民たちの社会復帰の受け皿として明るい見通しが立てられそうでした。ですが1年も経った時問題が起きました。社員が問題でも起こしたのか。
いえ、ネットの告発です。ある動画チャンネルが我々の会社を取り上げたんです。そこで社員が元極道であることや開業に際して裏で行った役所やマスコミとのやり取りを暴露されたんです。まさかそのチャンネルってのはタタラチャンネルっちゅうやつや。春日もやられとったな。裏工作だけやのうて現場で起きたちょっとした不祥事もやつは見逃さんかった。それをありったけ大げさに報じて俺らの悪評を煽り立てたけど、やつが暴露したこと自体は全部本当っちゅうとこが困りもんや。俺たちは真っ当な反論を用意できませんでした。当然顧客は次々と離れていきました。役人どもも我関せず決め込みよって白状なもんやで。それ以来俺たちの行動に世間が目を光らせるようになりました。思うように動けないことで会社の資金繰りは悪化していったんです。そうなると社員たちの間に広まるのはヤクザ復帰を望む声です。なんせ会長やった大吾に俺らもいる。その気になれば年下のもんが思うのも無理のない話。社員の間には俺たちが東上会の復活を水面下で進めているなんてデマまで広がり始めました。そんなわけで内部もガタガタ。倒産するまで本当にあっという間でした。タタラチャンネルのおかげで世間の目を引いてもうて、内部からはヤクザ復活の夢を抱かれる。どうも俺らは連中が真っ当な人生を歩み始めるにはいたらあかん存在らしい。それでお前らはこんなところに。大解散を本当の意味で成就させるためにはこうするのが一番いい。それが俺たちの結論です。事の経緯は分かった。青龍会の海老名を知っているか。お前たちから大解散の後を継いだ男だ。表向きはな。ええ、知ってます。会ったことはありませんが、2年ほど前彼が俺たちを探しているという情報が入ったんです。2年前、青龍会の高部が無所に行った頃か。ええ、海老名は高部から第二次大解散を引き継いだものの、全国の極道をまとめ上げられるほどのネームバリューはありません。そこで我々を担ぎ出して広告塔にしたかったのでしょう。だがもうお前たちは表舞台に立つ気がなかった。それもあります。ですがもっと気になることがあったんです。海老名の素性を調べたら奇妙な因縁が浮かび上がったんや。海老名は母子家庭の育ちですが、中学の頃に母親は亡くしています。その後養子として引き取られた先で今の海老名姓になるのですが、それ以前の名字は氷川というんです。氷川。海老名の母親の名は氷川百合子。氷川興産の組長の娘です。氷川興産。荒川真澄がいたあの氷川か。ええ、荒川さんが氷川百合子と婚約関係にあったことはご存知ですか。確か
氷川組長から押し付けられた縁談だったな。はい。しかし荒川さんには心に決めた人、赤根さんがいた。ですが荒川さんは組長の意向に正面から逆らうわけにもいかず、百合子さんとも関係を持っていた。ここで疑問が浮かび上がります。海老名の父親は誰か。まさか。あくまで可能性の話ですが、海老名の父親は荒川真澄かもしれません。海老名は春日と同じ年齢です。出生の時期も合う。春日と海老名が腹違いの兄弟だってのか。まさに奇妙な因縁やろ。だがもしそうだとして、あの荒川が我が子を見捨てるとは思えねえ。海老名の出生時期から見て、荒川さんは百合子さんの解任を知らなかったのでしょう。そして氷川興産の壊滅後、百合子は人知れず出産した。百合子から見れば、荒川は父を殺した上に自分と息子を見捨てた男ということになります。その怒り恨みは想像するにあまりあります。その怒りが百合子から海老名に受け継がれたとすれば、海老名は荒川真澄を強く憎んでいた。ええ、そんな海老名が荒川さんの意思である第二次大解散を引き継ぐとは考えられませんでした。それでお前らは沈黙を守り、代わりに沢城に白羽の矢が立ったというわけか。おそらくそういうことかと。話はこんなとこや。けどわざわざ昔話を聞きに来たんとちゃうやろ。ああ、お前たちに頼みたいことがあってきた。沢城に力を貸してやってほしい。あいつは荒川の意志を継いで第二次大解散を全うしようとしている。海老名の監視を受けながら清流会でたった一人でな。お前たちが出張ってくれれば、沢城も海老名に真っ向から立ち向かえる。お前たちにとっても第二次大解散はやり残した仕事のはずだ。申し訳ありませんが、それは受けられません。ったく、人の言うこと聞かんのはええけど、話くらい聞け。桐生、言うたやろ。俺らはもう表舞台に出たらあかんのや。確かに俺らには人を引きつけて動かす力があるらしい。沢城の側についたとあれば、全国のヤクザの注目は集まるやろ。カリスマっちゅうやつや。自分で言うアホもおらんけど、事実やから仕方ない。けどな、それはどこまで行ってもヤクザのカリスマなんや。俺らが連中に見させてまう夢はあくまで極道の復活なんや。あの強かったヤクザ、羽振りの良かったヤクザ。けどそれはもう見せたらあかん夢や。俺たちが連中の社会復帰の旗印になるなんぞ、もう誰も信じひんわ。会社失敗の前科もありますから、海老名の経歴にうさんくさいところがあることを知った時点で俺たちも検討したんです。海老名が第二次大解散を
何らかの形で利用しようとしているだけなら、その本当の遂行に俺たちが出張るべきなんじゃないかと。その結論がこうして逃げることだったんです。それがお前たちの責任の取り方ということか。はい、俺たちはもう存在しないことにする。それが一番なんです。なんなら死んでも構わなかったんです。でも死というものはその人を本当の意味で伝説に変えてしまう。桐生さん、あなたを死んだと思っているヤクザたちがなんて言ってるか知ってますか？ほとんど神話の英雄みたいな扱いですよ。俺たちまでそうなってしまってはいよいよヤクザへの幻想が深く根付いてしまう。桐生さんにとっての風間慎太郎を想像してもらえればわかるでしょう。沢城は海老名と刺し違える覚悟をしてる。だがそれだけじゃ第二次大解散は成し遂げられない。お前たちの力がいるんだ。すみません。そうか、沢城には俺が力を貸す。お前らはそうやって縮こまってるといい。ああ、邪魔したな。待てや、今のはどういう意味や。言葉の通りだ。お前らを当てにしたのが間違いだったって話だ。五択並べててめえの責任から逃げ回ってるだけのお前らなんかをな。俺たちがどんな気持ちでここにいるかあんたに分かるってのか。さっぱり分からねえな。分かりたくもねえ。このどうした、やるなら相手になるぜ。つまらん挑発に乗るのも尺なんやけどな。ムカつくのをこらえるよりはマシや。ええー、でその挑発乗ったるわ。おい、一体何事。昔話に花を咲かせてるって空気じゃないみたいだね。すまないな、もう少し待っていてくれ。バカ言わんでください。仲間をほっとけるわけないでしょう。それにこれ以上待ってたら凍え死んでしまうからな。そっちが5人もおるんなら、まあええやろ、俺も混ぜてもらうで。やばいなこれ、このメンツとやり合う日が来るとはね。ったく、よそもんがわらわらと無粋やの。まあええ、メイドの土産や存分に味わっていけや。